こんにちは、羽根浩です。今日は肩こり、背中の痛み、これらを解消していく簡単な30秒でできるストレッチをご紹介いたします。やり方は非常に簡単ですね。まずポイントとなるのは脇になります。肩なのに脇と思われる方いると思うんですけれども、肩こりの原因とかですね、背中の原因とか痛みとかの原因はですね、その場所にはないですね。肩は肩をこう揉みほぐしたりとかですね、すると悪化しますので、こちらはですね、今回は脇を緩めることによって肩、背中の、疲れというか凝りというかですね、痛みを解消していく方法になります。やり方は、まず肘をこう上に上げます。で、肘をですね、頭の後ろに持ってきます。腕を引っ張ってですね、でこのまま脇を伸ばしていくのですが、ここでもう一つありまして、上を向きます。頭で肘を後ろにぐーっとこう押すんですね。そうするとですね、脇がぐーっと伸びるのが分かります。肩甲骨がここにあるんですが、これを、まず下がってる状態、肩甲骨が普通に腕が下がった状態と、こっから肘を上げてきた時にグッと持ち上がるのが分かるんですね。でさらに、腕をこういうふうに持ってきた時に、肩甲骨がさらにぐにゅっとこう外側にずれるのが分かると思います。でこの状態でグーッと後ろに頭で肘を押すとですね、非常にここが伸びてくるんですね。で、そうですね、大体20秒から30秒ぐらいぐーっと息をこう、まあ普通に呼吸しながらですね、で腕をそーっと下ろしてみると肩がすごく軽くなってるのが分かると思います。というわけで今日は、背中から肩にかけての痛みについて、これを脇を緩めることで解消するという方法についてお話しいたしました。今日もお聞きくださりありがとうございました。